アイゲマン夫妻ローザ・スミス・アイゲンマンはアメリカ合衆国の女性魚類学者であるドイツ出身の夫カール・アイゲンマンと共に北米南米の魚類の研究を行ったイリノイ州のモンマスで9人兄弟の末っ子として生まれた家族はカリフォルニア出身でイリノイで新聞発行を始めたがローザが病弱であったためにカリフォルニアのサンディエゴに戻りローザは 自然に親しみ、サンディエゴ自然史協会に参加した。著名な魚類学者、デイビッド・スター・ジョーダンが1879年にサンディエゴに来訪した時、ローザがポイントロマ岬の洞窟に住む盲目のハゼオターナップス・イオスを発見していたことに感銘を受け、インディアナ大学でジョーダンの下で研究することを進めた。インディアナ大学で2年過ごした後、家族の病気で、 サンディエゴに戻るが、大学で夫となるカール・アイゲンマンに出会い、サンディエゴに戻った後も共同で研究を進めた。カール・アイゲンマンは大学を卒業するとカリフォルニアを訪れ、1887年8月20日に結婚した。1887年から2年間、二人はハーバード大学で大学の南米の魚類の標本を共同で研究を行った。 ハーバード大学の大学院レベルの授業に参加を許された最初の女性となった。ハーバードで夫と共同執筆の最初の論文を書いた。サンディエゴでの研究の後、夫はインディアナ大学の教授となり共同研究を続けたが、障害を持つ娘を含む5人の子供の世話で研究から遠ざかった。1927年に夫が心臓病を患い、家族は サンディエゴに戻るがその年、夫は没死した。ローザはサンディエゴに留まり、科学的な活動に戻ることはなかった。ありがとうございます。